皆さん、ポコニャチは。今日はこちらのコースに挑戦していくよ。正統派爽やかイケメン系スピラン。なんだ、僕にぴったりのコースじゃないか。え、何を言ってるの？いや、爽やかイケメンって僕のことじゃ。お前がそんなわけないだろ。ちょっとぐらい合わせてくれてもいいのに。中級者向けってあるし、サクッとクリアできそうだな。とりあえずいつもの常連客みたいなセリフを言うなし。何をやってんだか。まずはスピンジャンプ、そしてゴム兵乗り継ぎか。え、なんで高さマックスで言ったのよ。うん、普通に間違えた。よし、この最初のパンはドッスンに当てるんだな。ほい。なんでジャンプしないのよ。ごめん、あの加速に反応できなかった。てかドッスンの裏にもパウブロックがあったな。なんとなくはわかった。パウ3連後は3段ジャンプかな。手に入ってねえか。もっとコマンドを素早く入力しないと。よし、今度は成功。またうなげたじゃん。若干タイミングが遅れたのね。ここだ。よし、このまま。あっと、クルーが遅れたか。結構いやらしい場所にトゲが配置されてるわね。クルーのタイミングを素早く。あっと、スピンジャンプになっちゃった。入力が早すぎたのね。今度はしっかりと。よし、突破。このゴム兵は？で、ここはジャンプくるか。そういえば下にデカパックンがいたよな。鍵を持ってるのかな。乗ってないわ。で、いいかなんでやられたんだ。下にトゲが配置されてたんじゃないかな。あ、その鍵ドアの右にゴム兵を投げればよかったのね。はあ。今度こそ行くぞ。おい、この鍵が隠されてた。ってこれは初見殺しだって。まあでも、サンマス壁キックは得意だからね。ってなんだこれは。スピンして投げてネットに乗らなきゃ。おお、すげえ。で、一目散弾。やることが多すぎね。でもできないわけでもない。おお、飲み込みが早いな。で、ここもきつすぎじゃない。ピンクコインを取ってすぐに壁キックか。おい、よし、いい感じよ。あー、しかしキャンセルしちゃった。下のパウブロックを壊さないといけないんだな。そしてこの後は連続スピンジャンプか。うわぁ、怖すぎる。ちょ、メットがここで合流するのか。もっと早めに投げなきゃいけないね。おい、あー、高さが足りないか。ここも結構シビアなのね。しっかり最大の高さでぐるっとしなきゃ。よし、行った。このバネは、あー、ビッグバネじゃん、外れた。もうちょっと余裕を持ってやった方がいいか。ここを高めに。よし、次は。あー、もうトゲの配置が絶妙。左に膨らみすぎ注意ね。かといって右もトゲだが。それじゃあこんな感じか。おー、綺麗に入った。実はここは練習した。ゴム兵を矢印の方向に行ければ。あー、叩いちゃった。パウブロックまで運んで爆発させるの？うん、ゴールボールのブラパを倒すんだ。え？まさかのタイムアップか。よし、今度はさっきよりも早いぞ。うわぁ、もうちょいだったのに。これはシビアすぎでしょ。辛すぎるな。さて、このコースのおさらいだと思うかい？思うかいって、いつもの流れ的にそうじゃねえか。あはは、まあそうだね。ところで、どこで時間短縮するつもりなの？うん、ボム兵を運んでいくとき、最後に壁キックをすれば早くなると思うんだ。この後。ほい。なるほど、確かに今のはちょっと早くなってるな。うん、ってことはあとはミスせず行くだけね。ミスせずにって言うけどめちゃくちゃ難しいんだからな。まあそりゃ見ればわかるけど。とりあえずお前は集中するんだぜ。うん、鍵ドアさえ入っちゃえばあとはこっちのもんだからね。よし、膨らみに注意すれば。よっさ。最後のゴム兵乗り継ぎね。さあ、間違えて反対向けるなよ。大丈夫、ここは慣れてるから。え？ちょ、あと数ミリ残してのまさかのタイムアップ。マジで？あんなにスムーズにいってたのに。もう、クリアできる気がしない。やれることはやった。もうダメなのかな。いや、でも僕は諦めない。もう一度、自分の力を信じて挑戦してみよう。ちょっと、何を画面を暗転させて語ってんのよ。いやー、すごく悲しい気持ちをみんなに伝えたくて。
まあ、そんなことはどうでもいいか。どうでもいい。問題はどうすればいいかだな。そうだね。さっきよりもさらにタイムを縮めなきゃゴールができないってわけだし。何か考えはあるのか？まあ一応。ヒップバネジャンゴのスピンジャンプかな。あそこをかなりジャンプを抑えればすぐ下に行けると思うし。なるほど。ゴールするにはコンマ何秒だから少しでも縮められるならやった方がいいな。そうね、それでダメなら他に考えればいいだけだし、かなり限られるがな。さあ行くぞ。このくらい。お、ほんのちょっとだけ速くなったか？多分。ビビたるものだと思うけど。大丈夫、そのビビたる違いで決まるんだ。じゃあ、ボルダー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。本当に疲れた。そうね、40秒スピランでまさかこんなに時間がかかると思わなかったし。ああ、しかもおさらいフェイクを最初から最後まで流すとはな。うおー、めちゃくちゃタイムがギリギリ。危なかった。ベストクリアタイムは更新できなかったけど、クリアできただけで満足だよ。そうね。てかこれで中級者向けってとんだ詐欺じゃない。確かに。だがコース自体は正統派だったし、僕は爽やかイケメンだし。だからお前は違うから。さて、コース制作者のアフロンさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。